イケメンが優れてるのは事実だけど、自分が気持ち悪いというわけではなく、ただの一般人だってみんな、ある程度気づいてると思うんですよね。僕の知り合いに、顔の造形は、不細工だけど、髪型が普通だから、一般人に見える人がいるけど、女子アナのオタクやってて、幸せに生きてるんですよね。まあイケメンが幸せなのは事実だけど、イケメン以外も、幸せな人っていっぱいいるんですよね。